嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。今回の都市伝説、舞台はニューヨーク。ニューヨークで最も殺人が起こったストリート、それがチャイナタウン。その恐怖のストリートに SD ロッチが入ってきちゃったんだよね。今回はその恐怖の真相に迫っていきたいと思います。信じるか信じないかはあなた次第です。やってまいりました、 SC スタジオ都市伝説コーナー in ニューヨーク。いやもう何回目これ本日はね、ちょっと前に凱旋門の2万人も亡くなった方がいるんじゃないかっていう怖いとこ行きましたけど、さら、に怖いとこ行きました。もうあれより怖いとこないでしょ。2万人で、なんとニューヨークで最も殺人が行われたストリートっていうところ、それがチャイナタウン。細かい話は後で置いといて、ガチのね本拠地にロケーションしていこうと思います。あそこ曲がったらもうやばいです。え、めっちゃ中国じゃん。やばいやばいやばい、感じがもう、うわ、え、待って待って、全然世界観違くない？本当にやばい。こっちがニューヨークでしょ、でまあその辺とか栄えてます、で曲がります、はい、なんじゃこれ、はい、なんだこれ、死にます死にます。角赤いですよね、お店。なんと死ぬられた、曲がり角って言われてます。死ぬられた曲がり角、わずか 60m しかないんですけど、一番殺人が行われたみたいなんで、とりあえずここのロケーションをしていきましょう。やばいでしょこれ。いやー、どうですか関さん、これすごいことだからね人が死んじゃってんだからいや本当に死んでるからね、これもしかして。バンドラの箱が開いちゃったんです。開いちゃったー。前のホラーナイトでやりました、ニューヨーク編のホラーナイト、まさかの僕が体験したと現象をね、ニューヨークでですよ。ってことは、まあこのカメラにまたついてきてるのかなっていうことなんで、この心霊スポットに反応してまた声が入っているかもしれません。信じるか信じないか、あなた次第です。はい、ということで気づいたら日本にいます。はい、今日お帰りなさい。お帰りなさい、お帰りなさい、気づいたら日本にいて、気づいたら変なやつだ。お帰りなさい、よかった、寂しかったよ、こっちはね、ほら、お帰りなさい。あっちの滞在時間ビタビタに撮影してたんですけど、はい、どうしてもチャイナタウンの都市伝説だけ間に合わなくて時間がなかったので日本で撮ってます。はい、撮ってます。歩いてね、チャイナタウンのあの道を、めちゃめちゃ怖かった。もうあの現場でも言ったけど、ニューヨーク市場は最も殺人が行われていたストリートということで、ね、え、そこ行ったのお前ら。そう行ったのよ。危なくない、やられない、大丈夫。それ昔、昔、あー昔か、昔か、あー待って待って、今も バスバスやってたらお前しっかり変や。昔はあれなんでしょ、ある一定の曲がり角の、曲がり角があるコースがあって、そこの 60m で殺人事件が半端なかった。そういうことなの。そこがなんか待ち伏せがしやすいと。そう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 、あの道ドイヤーズストリートって言うんだけど、あそこって昔賭け事とアヘン、アヘンってわかるか、あ、麻薬かな。そう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 、アヘン賭け事ばっかりだから、うん、潤うんだよね、その賭け事。あー、お金がね、結局やっぱ金が動くよね。賭け事を取り締まってるマフィアみたいなやつがいて、そのマフィアの名前がアンロントンって言うんだけど、アンロントン、あとサンフランシスコで似たような街、はい、賭け事とアヘンばっか吸ってるみたいな、うんうん、でそこを取り仕切るマフィアのヒップシントン、ヒップシントン、ヒップシントンっていう人、うん、あのマフィア、そことの対立がすごいからあそこが殺人、うん、多く行われているっていうこと。なるほど。で、どっちもそのチャイナタウンに縄張りがあって、はい、お互いの縄張りの境目がドイヤーズストリート、あ、戦場だったわけですね、境目の。あ、もうちょうどだ。そうで、なおかつそのさっき正義が言った待ち伏せがしやすい、うん、そういうことで、この条件が揃ってしまった。そうそうそう、もうめちゃめちゃ俺これ調べたんだけど、はい、何人殺されたかっていうのが全くそういう記述がなかった。え、もう分かんない。そうで、そういうデータがないのにもかかわらず、うん、最も殺人が行われてたってことはもうでも計り知れないぐらい死体が転がってたんじゃないか。まあ、5万ぐらいじゃないですか。5万。5万最初にあそこでの映像あると思うけど、地下とかめっちゃあって怖かったよね。そうな、もうさ、地下あるたびになんかこの人がすぐ連れてかれるよ行かれるよとか言う、なんか何それ全部俺に言うの
いや調べてたか俺も全然地下でもう全部移動できるんだって。あ、そう、下繋がってんの。そう、下全部移動できちゃうから、もうあらゆるところに神出鬼没に動き出せるらしい。怖い、本当にヤバいらしい。まあ、今回はこの殺人を扱ったところにいたということで、はい、もう殺人に関する話はもう一個していきたいと思います。おー、なるほど。ヘンリー・リー・ルーカスという人物がいました。ヘンリー・リー・ルーカス凶悪殺人犯なんだけど、もうサイコパスさが半端じゃない。ヘンリーの母親がいて、この母親がもうとにかく異常、夫と息子に虐待するのがとにかく大好きだった。えっ、もうやばい。で、母親がね、ある日にラバっていう馬とロバのハーフみたいな、ラマじゃないの、うん、ラマじゃない、ラバっていうのをペットとしてあげたの。もうヘンリーももうそのペットがもう大好きで、はいはい、もうそのラバもめちゃめちゃ懐くようになったと。かわいい。でも微笑ましく遊んでるわけ、うんうん、で母親が聞きました。ラバかわいいみたいな、楽しいみたいな、はい、ヘンリー少年もうんかわいいよママ、うん、はい、あーそうよかったね、うん、釣った瞬間に、うん、ラバをショットガンでぶっ殺した。サイコパスすぎだろ、マジで。やばいでしょ。わー、ママがね、ママが撃ち殺したの。そうそうそう、聞いて。滑らない話やんけ。で、お兄さんがいて、お兄さんが同性愛の人で、もうやばいよ。全員がやべえ。そうそうそう。兄貴がもうなんかそういうアプローチというか、あ、自分に、ヘンリーに、そう、ヘンリーにやってくるわけ。ある日に、その兄貴が感情のもつれからか、ナイフで左目を切り落としてしまいます。え、自分のヘンリーの。ヘンリーの、こうやってこうやってこうやってヘンリーなの。そう、ヘンリーの家族全員がヤバいんだよね、うん、言っちゃえば。で、そんなヤバすぎる環境で育ったヘンリーは14歳で初の殺人をしてしまう、うん、その殺人した理由っていうのが、17歳の女の人を殺人したんだけど、誘いに断られたからっていう、うわ、ちっちゃ理由。そうで、それでヘンリー20歳になりました、うん、これで初めてヘンリー結婚するんだよね。母親が夫婦のその新居に遊びに来たのよ。でもヘンリーはこんな母親の奥さんに見せたくないということで、母親を人気のないところに連れ去って首を絞め殺す。お母親殺す、怖い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 。で、もうこれを機にあの警察に逮捕されてしまうのよ、ヘンリー。実刑40年。こっからがよくわかんないんだけど、ヘンリーよほど態度が良かったのか知んないけど、20年ぐらいで出所しちゃうんですね。あら。出所したはいいものの、うん、出所した数時間後に殺人を全然反省してないよ。ヘンリー、ふざけんな。だから本当にサイコパスだから。すごい、そこだけ超いい子。そうそうそう、サイコパスっていうのは外面めっちゃ良くて、うんうん、で中身残忍とかいろいろそういうコントロールができる。なるほど。まさにサイコパス。そうだね、ヘンリー。うわ。で、それで歯止めが効かなくなって、うん、もうどん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 ぶっ殺していった。人間を。そんな生活を6年半続けて。そんな続かっちゃったんだ。そう、うん、6年間で殺した数約300人。そうです。300人。300人。2001年に逮捕されるわけなんだけど、逮捕された理由っていうのが職質っていう。え、ヘンリードライブしてたので、はい止めて、はい止まってって言われて、ここでバレた。これなんでかっていうのが、もう後ろの席にもう白骨化した死体がめちゃめちゃ積み重なっていたからっていう。うわー、職質でバレちゃった。そう、声がいっぱいあるっつって、うん、すごいな。なんで乗せてんの。捨てとけ、どっか車入れるな、捨てとけ。でもなんとも思ってないから本当に。で、刑務所にぶち込まれて、最終的に刑務所で心臓発作を起こして死んでしまうわけなんだけど、うん、最後に言い残した言葉が、人を殺すことは食事や呼吸と何ら変わらないことだ。もうやばいね。現在ね、はい、FBI の調査によると、連続殺人魔っていうのが35人から50人存在するって言われて。え、アメリカに？アメリカに。やべえじゃん。今現在？今現在。今現在捕まってないってことでしょ。そう、捕まってない連続殺人犯が35から50人いる。めっちゃおるやん。怖っ。だから皆さんもね、アメリカへ旅行する際にはくれぐれもご気をつけください。気をつけやろ。なんご気をつけて。最後にやった。ここまでめちゃめちゃいい流れ来て、お前ご気をつけてないということですよ、皆さん。ということですよ。いけるか、次。ということですよ。
次いけるかそれ。はい、ということでこの都市伝説をもちまして ST's 都市伝説ニューヨークが、これで終結ということで、おーいーよかった、最後、はい、あっちでもホラーナイトを受けましたし、合計まあ5本6本ぐらいあっちで撮りました。こちらはね、再生リストにまとめておきますので、概要欄から見逃した人は全部一気に見てみてください。やったー、見てみてね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。壁など壊せよ。星ならばこの手でつく。